おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということで今日は何をやっていくかって言ったら、星のドラゴンクエストやっていきます。今日やっていく内容としては、こちらドラゴンクエスト11装備の紹介と、あとはね、ラビアンスの剣ブーグの伝説の武具のね、10連来たので、そちら10連引いていきたいと思います。さあ、ドラゴンクエスト11装備見ていくんですが、めちゃくちゃ面白いですね、これ。もうやばい、マジで面白い。このトリリオンダガーなんですけど、まあ探検なんですが、メインスキルが S ランク神業ということで、18秒で 530% のバギ属生活ダメージの 40% HP 回復と、めちゃくちゃ強いですね。今までの探検のスキルの中で圧倒的にナンバーワンで、さらにこの2頭の心得、これついてます。この心得は、まあ、左手に盾の代わりに探検を装備できると、まあ、盾の、ね、防御力がそのままなくなるんですが、守備力がね、トリリオンダガー自体がプラス30あるので、まあ、それで補っていくような形ではないかなと。あと、通常攻撃って、ね、メインスキルが使えると。で、左手の探検のサブスキルは、使用できないということで、まあ、単純に手数が 1.25 倍ぐらいになるのかな。で、左手にね、トリリオンダーガーを持つことによって神業2本差しができるので、防御ができなくてね、HP 回復もできなくても、ここで補っていける形になりますね。めちゃくちゃ面白いです。やっぱりそのゲームなんでね、やっぱ楽しくないといけないし、多様性がなきゃいけない中で、今やっぱその、まあ、やっぱり天空剣だったり、まあ、竜神王剣だったりといった、もうほぼ二強化、まあ、あとは黄金竜土地があるんですが、まあ、その中でね、また一つ面白さの派遣でいったらダントツナンバーワンアムドと並ぶぐらいの装備じゃないかなと思います。サブの、スキルスロットも AAAA と、攻撃 A が2つに補助 A が1つ、回復 A が1つということで、全然悪くないかなと個人的には思います。この回復 A の場所にはベホマラーでもピオリムでもバイキルトでも入れれますし、補助 A の場所はね、何やろうな、タタウタとかかな、個人的には。まあ、タタウタでも、まあ、他のものでも何でもいいですけど、とにかく多様性がありますね。今までの探検みたいに攻撃呪文ゴリゴリじゃないので、攻撃呪文じゃなくなってさらに両刀と、めちゃくちゃかっこいい。ということで、トリリオンダガーぜひ1本欲しいですね。さあ、次は海賊王の帽子見ていきましょう。貫突時の防御力で89、悪くはないですね。で、メインスキルがヒャド属性ダメージ軽減強と氷ブレスダメージ軽減中ということで、こちらに関してはダメージ軽減強っていうのはね、どんな状況でも魔王級で使えるんですよね。あの、魔王級ってなったらやっぱりその負担が大きいので、どうしても特化した装備を選んでいかなきゃいけない中で、ちょっとね、汎用性という面ではないんですが、ヒャド属性ご了承してくる敵にはいいんじゃないでしょうか。例えばドルマゲスなんかにね、被っていったら個人的にはいいんじゃないかなと思います。次は海賊王のコート上ということで、ミラクルステップ。これめちゃくちゃ面白いですね。敵からの攻撃を見かわしたとき自分の HP 少し回復。で、見かわし率プラス弱。もうこれね、下にね、忍者装束とかハグメタローブなんて着ちゃって踊り子やっちゃった日にはもう無敵ですよ。自分の HP 少し回復、超面白い。もうこのね、海賊王装備面白すぎて何も言えないっす。全部欲しい、マジで。防御力もそんなに悪くないっていうね。いや、悪いけど、まあ、見かわしがついてる割にはまあいい方かなと。いや、本当に面白い。で、次が海賊王のコート下ですね。これもまた面白いんですよ。ピンチに海賊王の飛躍。戦闘中に一度だけなんですけど、あの、味方の HP が 20% 未満にね、あの、一人でもなった時に仲間全員の HP 100回復すると。これがめちゃくちゃ強い。強いっていうか、面白いですね。あの、伝説級の周回とかです。超便利なんですよ。超強い伝説級が来た時に、味方全員の HP をね、1回だけ回復できると。20% 未満って結構ほとんどないので、その状況になった時に回復できる。魔王級になったらね、20% 未満になる前にワンパンで 50% から殺されちゃうので、ちょっと使い道ないかなって感じなんですが、伝説級とかのね、周回においては超役に立つんじゃないでしょうか。あとはさらにね、ダメージ軽減強。これも面白いですね。ということで、海賊王装備は本当に面白い。個人的にはただ、トリリオンダガーとコート上。この2つかな。この2つが狙っていきたいかなといったところです。さあ、次見ていきましょう。今度は魔装ですね。神竜装備です。マルティナの装備ですね。この魔装来ちゃいましたね、デビルモード。もう、俺、アムドの鎧の魔装をメインで使ってるんですけど、壊されましたね。30秒で、デビルモードと。で、地獄の魔装が発動できるとダメージを 20% 減して攻撃力を 20% 上げる。ただ、呪文無効はないですね。で、地獄の魔装が超強い。12秒で 630%。やばいっすね、ダメージが単純に。で、さらに 30% で闇陣を付与すると。で、次のドルマ属性のダメージを一度だけ 1.5 倍。まあ、
めちゃくちゃ強いか使い道があるかと聞かれたらそこまででもないです。例えば今補助スロットにも入れるとしたらジャンプミラクルスピア、ジゴストライク、ベホマラー、バイキルトくらいかな。ただ攻撃力がものすごく高いので今までの槍よりは使えるかな程度ですね。ただこちらも面白いのでいいでしょう。やっぱ面白さが大切なんでね。デビルモード超面白いですね。ぜひ使いたいということで、次は神竜の神止めいきましょう。こちらに関しては、まあ、いきなりピオラと力プラス強ということで完全に周回向けの装備ですね。はい、周回向けの装備です。ただ可愛いので持っときたいと、マルティナの髪型にしたいと、ただそれだけです。そして神竜の武道機上、こちらに関しては攻撃力ダウンガードプラス強、力プラス強、会心のデッキということで、使用する攻撃特技がね、全て会心判定がありになると。でこれも、めちゃくちゃ面白くて、例えば今までね、会心判定がなかった連続攻撃とかそういうものに関して会心判定が出るようになりますし、例えばギガストラッシュとかも会心が出ることになると、これ周回用ですよ。完全に周回用なんですが、今までのねダメージを完全に超えてくるダメージが出すことができると、ちょっと魔王級では使いにくいんですが、やっぱね楽しんでやるにはいい装備じゃないでしょうか。さあ次は武闘技下ですね。魅了ガードプラス中ということで、今までねあまり魅了ガードの防具がなかった中、そこは役に立つんじゃないかなと思います。あとは凛として舞うですね。攻撃特技発動後 25% で素早さを 30% 上げると、まあこれは純粋に強いですよね。ただ魅了ガードなので、これもうまくできていてね、これが魅了ガードじゃなくて呪文軽減ブレス軽減だったら超強かったんですが、そうじゃないので、まあ使い道は選ぶかなと。例えば魅了してくる魔王やったらいいんじゃないかなとは思いますね。そうじゃないんやったら、まあちょっと周回用かなと個人的には思いますが、どっちにしてもこれも面白い装備ですね。結構ドラゴンクエスト11より前のガチャと11のガチャで結構星空のゲームスタイルがガラッと変わるような気がします。さあ次来ましたね、デルカデアール、グレイグの装備ですね。いや、そしてこの英雄の剣技、通常攻撃ヒット時休み状態にすると、まああまり休み状態になることはないので、これはまあおまけ程度の特性ですね。攻撃力もまあそこまでという感じ。ただ天下無双、これ強いです。15秒 20% の 720% 15レベルで20秒 720% ですね。失礼しました。めちゃくちゃ強いこれが、しかもこれ S 補助詰めるとやばくない？降臨黄金竜も詰めるし、竜神王の剣の S も詰めるし、天下無双がマジで強いですし、まあ最終的にね、スロット B が、回復補助 B なんですけど、まあそれでも補ってあまりあるぐらい強いでしょう。ただ個人的にはね、あんまり面白さがに欠けるので面白い方が好みですね。ただ強いです。さあ次盾見ていきましょう。英雄ガードということでダメージ 60% 減で、自分の HP を 30ずつ4回発動と120回復ですね。で 60% 減、まあ普通に強いですよね。ただ一気に回復できないので使い方が難しいかな。で防御封印ガードプラス強、これがもう最強すぎる。これが最強すぎる。やっぱり今星空の運営がね、新しい我々に対する攻撃方法、防御ガードを、防御封印をしてきてるので、それを 80% で耐性持てると、強すぎますよね。防御封印やってくる敵にはもうこの盾しかないぐらい強い。特にスパパラ編成やってくんだったら余計にかな。もうマジで欲しいこれは。あとはドルマ属性ダメージ軽減中ですね。これはでもおまけです。ドルマ属性中強いんですが、防御封印ガードがいかつすぎる。この盾一本は持ってないとしんどいかなと思いますね。さあ次グレイグヘアということで、最後の砦、守備力上昇の効果が凍結が波動で消されない、あれですね、光の兜の、守備力版ですね。これもでもいいですよね。自分自身にやっぱり守備力上昇をかけている時にそれが凍結が波動で消されないって、すごい安定して守れますので、本当に守るための装備といった感じです。で守り手の決意、こちらは、戦闘開始時に守備力を 40% 上げると、まあ、バランヘアの守備力版、これに関しては戦闘開始時なんでね、ターン開始時に発動、確率発動だったらもうちょっと良かったんですが、戦闘開始時なんで、まあ、魔王級においてはその何て言うんだろう、
はじめバフをかける前にやられることがなくなるのはちょっとありがたいかなと思いますが、あまりそこまでじゃないでしょうか。ただ2個目のスキルがすごいいいですね。で、HP があるから余計に倒れにくくなると。さあ次はデルカダールメール上ということで、まあ HP 今日は、まあ普通に、まあまあまあといった感じなんですが、こちら英雄の心ついております。幻惑混乱受けた時 40% で解除する。レベルマックス状態だと 60% ですね。まあ悪くない程度です。幻惑混乱いいんですが、まあアクセで耐性積んで、やっぱ鎧は、黄金竜の羽衣も上でいいんじゃないかなと個人的には思いますね。で、デルカダールメールしたということで、点灯ガード。また来てくれましたね。点灯ガードとジバリア。かつ休み。どれも優秀です。チューチューチューということで、これは1本持っておきたい防具ですね。やっぱりその多様性が必要なこの星空の装備の中で、ジバリア属性軽減ついてるの嬉しいですし、まあ、休みもね、点灯も嬉しいですね。ということで、1本欲しい装備です。最後は、トコシエの杖ですね。トコシエ装備です。ついに来ました。ギラグレイド。マジで来ましたね、ギラグレイド。長かった。しかも補助 A がついてると。補助特技 A がついてるおかげでアークボール貼れるんですね。まあ、魔力の息吹悪くないです。この、これ発動したらね、ターン開始時に呪文の CT20 溜まるので、悪くないです。が、まあ、アークボールかな。うん。この杖自体が回復呪文が1本しかさせずに攻撃呪文ゴリ押しなんですが、呪文であんまりゴリ押す状況ってないんですよね。どっちかって言ったら杖は補助系の役割を魔王級、まあ、ギガ伝説級では担うので、そういう面ではまあアークウォールかなと。まあ強いですけどね、めちゃくちゃ強いですけどね。でギラグレードが来たと。19秒ですよ、めっちゃ短い全体攻撃なのに。で超上級呪文、まあ、この S の場所にはギガデインかメラガイア、これは敵の体勢によって差し替えればいいんじゃないかなと思います。特にね、大賢者の杖持ってる方はギラグレード引いておいたら、一つねギラっていう選択肢ができるので、とてもおすすめになっております。さあトコシエの帽子見ていきましょう。封印ガードプラス極み、これありがたいですね。で導き手の決意です。戦闘開始時に呪文の CT50% 貯めると。まあ どっちかって言ってたら周回用ですよね。戦闘開始時にしか効果が発動しないものは基本、まあ、周回用です。さあトコシエの方を一応ということで、デイン・ドルマの属性ダメージ軽減中は優秀ですね。で聖地ラムダの加護ということで、ターン開始時自分のみ HP50 回復すると。これ強いですよね、普通に。ただこれやるんだったら黄金竜の羽衣も上でいいかなってなっちゃうんですけど、持ってない方はね、ぜひ聖地ラムダ加護受けてってください。さあ次特集の方でした。これが最後ですね、今回。見壊し率プラス微弱に関しては、まあ、そこまで特筆したものではないでしょう。あとは時々補助呪文やまびこということで、レベル5の状態でね、12% で連続発動。まあ、これは結構いいかな。ただこれ使うんやったら、ハグメタの杖かな。特集の方位、特集の杖で使うことにはならないと思います。って感じで、新装備の紹介させていただきました。もしよかったらね、本当にこれ俺ガチャ引く価値あると思います。7月3日までなので、2周年ガチャの内容次第では僕はこっちに全部ぶっぱします。11がすごい楽しかったのでね、超楽しかったので、やっぱりね、歴代ドラクエ全部やってるファンとしては、これ引きたいかなと思います。2周年次第ですね。ということで、今日の1日1回じゃあパッと引いていきましょう。役落としですね。さあ、恋2回跳ねろ。まあまあ、プラチナメールした、こんなもんでしょう。玉鋼の鎧だった。間違えてしまった。クソ、悔しい。さあさあさあ、もう、お前やめろ、お前。さっきのあの豪華な装備した後にメラ属性ダメージ軽減見せんな。さあ、やってきますよ。ラミアスの剣&伝説の武具。欲しいものはやっぱりラミアスの剣ですね。まあ、使うわけではないんですが、超ビッグバンも使わないかな。ただ、スピーダー、まあ、なんとも言えない。なんとも言えないですね。なんとも言えないですが、やっていきましょう。持っていなければそれだけで大当たりです。さあ引いていくぞ。1回か、なんだっけこれ、なんとかのミトラ、真理の帽子か。さあ2回目、跳ねていけ、跳ねてこない、ゲンマサークレット、よっしゃ当たっていく。いやもう全然いいんで、当たんなくてももうささっといきますよ。クジャクの奥義、おっしゃきた。いやでもこれ桃屋ポイントになるって考えたら嬉しいですよね。お来い、ありがとうございます。セバスの兜をいただきました。セバスの兜か、ちょっとニューだね、ニューだから当たりだね。
まあまあ、無料でね、10連やって星5一つもらえるだけで十分満足ですよ。本当に。さあ、セバスの兜錬金来てるんですが、どうやったっけ？ちょっとこのガチャ引き終わったら錬金だけ見させてくださいね。さあ、鋼の剣、星3。さあ、来い。うん、現場サークレット、お前さっき見たぞ。どんな確率しとんねん、お前。さあ、来い。うん、鋼の鎧だろ、お前。くっす、マジで。さっきの鋼の剣と輝きが同じだよ。二部光りやがって。あ、ミラクルコートか。うん。まあまあ、いいでしょう。全然ミラクルじゃないけどね、このコートね。ということで、今回の10連、こんな感じになりました。まあね、持ってないセバスの兜一つ来たからいいんじゃないでしょう。上村属性特技のコツ、使い道ね。マジで使い道ね。ギラゲージモンの刻一着。使い道ね。ひどくね。メラ系特技のコツとかいる。マジかよ。メラガイアかな。いや、何に使おう。錬金可能な装備。頭ちょっと見てみましょうか。闇のレスダメージ軽減中か。まあまあ、ちょっとまあまあでしょう。まあいいでしょう。っていうことでね。あ、今回のメインは、ドラゴンクエスト11装備のね、紹介とさせていただきました。優勝ジェムか。優勝ジェムだったのか。もしも2周年来なかったら全部俺の持ってるジェムでもう完璧するぜと思ったら優勝ジェムか。くっそ。え、待って、優勝ジェムじゃなきゃいけないってことはさ、今思ったけど、このトリリオンダガーとか、この地獄の魔装が欲しい場合は、今こっちで引かなきゃいけないの？え、厳しくない？ 5 月21日って2周年27じゃなかった？え、ひどくない？マジか。まあちょっと考えましょう。うん、まあちょっと考えます、これに関しても。ということで、今回はここまでにしたいと思います。皆さんがね、ドラゴンクエスト11でもいいですし、新しく来た10連でもいいですし、2周年でも望む装備手に入ることを祈っております。ここまでご視聴ありがとうございました。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。